こちらの小筆、こちらもですね、今日使って書いてみます。一休園さん、広島県熊野のね、一休園さん、そこの解説っていう筆です。毛の種類はイタチ毛、まあ、この前ね、解説させていただいたんですけども、非常に、返りもよくって、程よい硬さで、書きやすい、それがね、イタチ毛ですので、こちらの小筆もパフォーマンスで書いています。ではですね、こちらの原部で、小筆も書いてみようと思います。小筆の場合は、かな用の紙というのがあります。漢字用の紙は割と厚めなんですけども、かな用の紙は非常にペラペラで墨の運びが良くなります。まあ、今日は先ほどと方向性をね共にするために、あえて漢字用の紙、原部で書いてみます。名前とかね、そういうのを書くにはいいと思います。では僕の名前を書いてみましょう。改めて思ったんですけども、さすが原部、しっかりとした線が表現できますね。はい、柔らかく何か書いてみようか。人間50書いてみようか。という感じでね、まあ、かなもね、書いてみました。筆は先ほど紹介したイタチ毛の、これは解説かな。そうですね、そうですね、イタチ毛の筆ですね。はい、はい、そうですね、はい、やっぱりね、イタチって硬さとかで、この返りね、紙からのこのしなりとかね、帰りとかね、ものすごいいいですね。弾力がやっぱ魅力ですよね。ね、そうですね。はいはい、ただでもイタチこれからちょっと値上がり、値上がりもありますし、はい、希少な毛になりつつありますね。そうなんですよね。はいはい、まあ、これもね、実のところコロナがね、間接的に影響してて、ね、その原毛がね、ちょっと入りにくくなっているというね、状況ですんでね、イタチ毛のね、筆を買われるんでしたら早い目がいいかもしれないですね。